カツシカ北斎が、親切弓張り月より、人魚図。人魚の元に描かれている生物が、沖縄のジュゴンと解釈されている。ザンは、鹿児島県甘み群島及び、沖縄県での伝承上の魚、または、ジュゴンのこと。ザンのをとも言う。名称については、ジュゴン名称も、参照のこと。沖縄の交渉によれば、時折数匹のザンが浅瀬に上がってくるが、 漁師がこれを捕らえて家へ持って帰ると、その家の主婦が死ぬか、家族の誰かが海で災難に遭うため、捕らえて食べる際にも決して持って帰ってはならず、浜で料理して食べなければならないという。奄美大島では、時々人間そっくりの顔を持つ魚が、海上に浮かび上がり、船上の人に顔を見せてから沈むといい、これが現れると必ず海が大荒れになるので、船は急いで寄港したという。 天海の民族学者、めぐみ原義盛はこれを、春知来ユと名付け、次女、天海怪談章において、十文化人魚のことと推測しているが、書籍によっては、これが、残と解釈されている。八重山諸島の新城島には、残の骨を祀った人魚神社がある。沖縄出身の民族学者、上瀬戸徹の著書、竹富東氏によれば、石垣島では、残は、 美女の上半身と魚の下半身を持つ人魚とされ、ザンが津波を予言したという伝説が以下のように述べられている。石垣島のの底村でのこと。ある夜遅く、漁師3人を含む若者たちが浜で遊んでいたところ、海の向こうから女の声が聞こえてきた。翌朝、その漁師3人が声の主を確かめようと船を出し、網を放ったところ、ザンが捕らえられた。 漁師たちは喜んで残を持ち帰ろうとしたものの残が私は海の外では生きられませんと涙ながらに命乞いをするので漁師たちは残を海へ返してあげた残は逃がしてくれたご礼にと間もなくこの村に津波がやってきます早く山へ逃げてくださいと告げ海へ消えていった三人は大急ぎで陸へ引き返し人々に 残の告げたことを知らせて回った。付近の白穂村では誰にも信じられなかったが、かろうじて信じたの底村の人々は三人と共に山へ避難した。その日の夕刻。黒雲が立ち込めるとともに水平線の彼方から巨大な壁のような大津波が押し寄せてきた。山へ逃げたの底村の人々は生き延びたものの、お告げを信じなかった、白穂村の人々は皆、 この大津波に飲み込まれてしまった。これが1771年4月24日の明和大津波こと日本最大の津波、八重山地震津波だったという、ありがとうございます。